徳川家政3月23日から1963年2月18日は日本の外交官、政治家。新事態で徳川家政とも表記される。徳川総家第17代当主、第16代当主、徳川家里の長男。遺海君党は、聖人、君一党。最終学歴は東京帝国大学法科大学政治家卒業。称号は、 法学士、戦前にトルコ大使などを務めた後、七、家里の死後に家督を継いで公職及び貴族院議員となり、戦後は第13代にして最後の貴族院議長を務めた。その他の主な公職及び役職としては、社団法人全国地水砂防協会会長、日戸協会会長、恩師財団同法援護会会長などを歴任した。徳川家正と、 徳川雅子1884年3月23日、徳川家里の長男として、東京府南都島郡千田が矢村で生まれる。1909年東京帝国大学法科、大学政治家を卒業する。同年外務省に入省し外交官補となる。1925年シドニー総領事、1929年カナダ公使、1934年トルコ大使となる。 1937年に外務省を退官した。1940年父の皇居に伴い公爵を就職し、貴族院議員となる。1946年に最後の貴族院議長に就任し、貴族院と家族制度の廃止を見届けた。1963年2月18日午後6時、心臓病のため、東京都渋谷区大船長1064番地の 自宅で死去、万78歳没。打つ。生に及び、君一等局実大受賞が、また貴族院の後ろ身である参議院を代表して、参議院議長の重宗雄三からは、最後の貴族院議長として、県政の発展に尽くした功績を称える調子が、送られた。徳川家政一馬は、薩摩藩主党津中儀の従女、政子で、その結婚は二人が誕生する前に、 天章院の遺言によって、すでに決められていた。また、中義の五女友子と再婚したおじの徳川佐都高とは義兄弟の間柄でもある。家督については、長男の家へが先立って死去したため、家政は徳川宗家の断絶を恐れて、長女の豊子と、合津松平家の松平一郎との間に生まれた、次男の常高を養子とし、家政死後に、 つねが徳川総家第18代当主となった。なお、つねの父方の祖父である松平つねは第1回参議院議員通常選挙に当選し、第1回国会の議長選挙で初第3議員議長に選出されている。ありがとうございます。